見てねえだろ。せんで機嫌悪いっつってんだろ。ここんとこ機嫌悪いっつってんだろ。ほんと機嫌悪いんだよ。近鉄上本町行き、あ、これでもええけど、あれこんなとこやったっけ、バス停。あれ動いて移動した、あれこんなとこやったっけ。空港で飯食う？上本町で飯食う？どこがいい？上本町じゃクレープありそうやけどな。空港で飯食うか。腹減ったわ、マジで。マジで腹減ったわ。551では気持ち悪くなるだけやし。電車で帰ろうかな。モノレールで、モノレールでどうやって帰ったらいい？モノレールでも乗り換えめんどくさいしな。ラーメン？ラーメンどこにあるラーメン？まだ30分あるからね、バスも。ちょっともったいないよ。ラーメン？かわいい、かわいい、奥さんかわいい。あの奥さんかわいいな。551あるよ。551、これやろ、551。中華食う？マジで中華食うだろうか。マジで中華食うだろうか。一人中華したろうか。またお一人様中華したろうか、お前ら。え？ほとんどないけど、ここに中華あるやんか。天津飯、天津飯、天津飯910円ますね。天津、海鮮麺970円ますね。海鮮麺って何？定食あるよ。Cセット。焼きそばとチャーハン。これは定食エビ天あんかけ炒め酢豚。ビール飲めるぞ。今日車ちゃうからビール飲めるぞ。一人でビール飲む。551麺やんか。551麺何食う。一人で食うとか青ぞ。何食う、何食う、何食おうかな。天津飯、信用高いな。麻婆飯、生ビール600円とか舐めてるやろ。なるほど、それは言えてんないけど、だから早めに飯食うて胃を整えとかないとね。これからあのちょっと今日18歳の女の子、身長152センチの18歳の女の子どこの店とは言わへんけど、身長152センチの18歳の女の子ちょっと呼ぼうかな。多分本番はやんないと思うけど、ちょっと呼ぼうかな、呼ぼうかなとか待ち合わせでリヘル行こうかな。マジでもうすぐ呼びたい。10時までに呼ばなあかんの。え、違うの。え、551でここじゃないの。551で飯食えてなかったらいい。違うの。あなたたちが551行けって言ったから551。違うの。違うとこ。ここの551絶対高いだろ。タンクは飯食うとこいっぱいあるの。痛み食うとこないのね、マジで。マジでしょ。座るとこはカウンターやったら座れるから、カウンターで飯食うか。マジで食べる？カウンターで飯食う？何食べてほしい？何食べてほしい？豚まん170円。保安検査の横？保安検査の横ないよ。あ、カレーとかやったら向こうにあるで。カレーとか食ってもしゃあないよ。だって551食ってほしいんちゃうの。551じゃなくてもいいの？いや、安くで済ましていいんやったらカレーとかすごいペペとか食べれるとあるけど。2階？何で行くの？何で行くの？ぜひ今から行けるんですか？
で生きてんねやろ、腹立つわ。飛行機落ちるだろ、飛行機落ちるやん。3階にではないと思う、多分2階しかない。宝くじ買う？宝くじスクラッチ、あ、下田西本宝くじ買ってくるの忘れた。最低や、最低や、ちょ西日本宝くじ買わなあかんかったね、買うの忘れた。しもた、あ、要は明日沖縄行くから明日買うわ、沖縄で買うわ。鹿児島もなんか俺運向いてへんから鹿児島では買わんでよかったんちにはもう俺沖縄おんねんけど明日のこの時間にはもう俺沖縄おんねんけど、しかも仕事してんねんけど、なんでこんな混んでんのここ明石焼き、くる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 めっちゃ混んでんの。カレー屋さんは空いてるな。この間行きん時に一人でカレー食ったとこちゃん、中之島カレーって。ここは空いてるで。カレー食うか、カレー食う、カレー食べる。なんで閲覧に逃げんねん、減るなよ、上行くぞ、この辺から。お、行ってらっしゃい。でも今日10時までにはもうデリヘル呼んじゃうからね、8時9時には呼んじゃうからね、今日マジで。10時上がりの子だから、10時上がりのプレミアム嬢だから、18歳を味わってくれば、18歳に癒されてくるわ。残せるかな、こうやって頑張って残しちゃうけど、顔を映り込みとかしたらもうその時点で全部アウトやから、違うってやっぱ ここの飯は一人で食うとこちゃうからな、これ言うとってるこれ、このレストラン、これ一人で食うとこちゃうからな、これ。たまにここで俺も飯食ったけど、高いのよこれも、ランチで1500円とか平気でしょ、ここアウトアウトみたいなんだよ、ね、サーロインステーキ、これサーロインステーキの1593円、ペラペラの全然まずいよこれ、めっちゃまずいからここ。ステーキ丼1500円、ステーキ丼食べる、ステーキ丼食べる、とんかつ定食1400円、ハンバーグエビフライセット、あ、安い、1139円、安い。何食べる、ステーキ丼、リブロース 150g、 サーロイン 250g セット。一人でコーヒーとかついてるのも形しはないだろ、何すんのちゃう。551これもあるよ、551、スタバはこの間食うだからもうええわ、スタバは生き死食うだからもうええわ、死にたい、死にたいわ。カレーでいいカレーでいい、カレーでいいか、もうやる気なくなってきた、人生生きていることに何かこう喜びを感じなくなった。食えるから20分で食おうか、15分ぐらいでパパッと食おうか、カレー食うわ、ちょっと待って、カレー食うぞ、カレー食うから待って、何だね、カレー、何カレーが、生ビール400円は高いな、生ビール400円は高いやろ。財布どこ行った、財布下の方行ったんちゃう、
のここ。まさか大盛り食えとか言うのまだ、まさか大盛り食えとか言うのじゃあんま時間ないねんけど、大盛り食えとか言うの何これしてんの、何これしてんの、大盛り食えとか言うのつもりでいい、つもりでいい、つもりでいい、つもりでいいんだけど。カレー飲んでいくか。よし、カレーとビール飲んでいくわ。何しようかな。ハンバーグカレー、チーズカレー、チーズカレー、ハンバーグカレー、チーズカレーにするか。チーズカレーにする、オムカレーにする、どっちがいい、どっちがいい、チーズカレーとオムカレーどっちがいい。チーズカレーとオムカレー選ばしてあるわ。普通のカレーとチーズカレーとオムカレーがあると選ばしてあるわ。どれがいい。650円、ハンバーグカレーも850円、どれがいい。選ばしてあげるよ。選べへんのかい。普通のカレーで生ビール400円追加して1050円。カレーにするわ。カレーのところだし。普通盛りで850円、小盛りで650円。何回見せデイリーしたのね。どうする？どうする？小盛りでいい？普通盛りがいい？どっちがいい？あんまり食うたら晩飯食われへんなるから、食欲なるし、薬なるし、小盛りに食う？小盛りに食う？腹いっぱいにしてもしゃあないんだ。あ、ピタパでも生産できねえ、マジか。ピタパで生産してる。普通の小盛り と、はい、生ビールはい、あ、ピタパでいけますか。はい。もう失恋して食欲ないわ。失恋の食で食欲もないわ。西もなるわ、東南は。失恋の食で西もなるわ、東南は。何分今40分の55分にバス来るから5分で食べる。5分で食べるカレー5分で飲まなきゃあれ。カレー5分で飲まなきゃ。分かってる。ゆっくり味わって食べてる場合じゃない。ゆっくり味わって食べてる場合やなければビール頼むんだけど。ビール頼むんだもん。しまった、失敗した。
どう今のタイム、今のタイムどう？測ってたじゃんと。今のタイム何分？記録何分？3分か、ちょっと長いな。ちょっとゆっくり食べたのもあったから、味わって食べたのもあったから、まあ、2分ぐらいでいけると思うわ、あれは。あの量やったら、うん、ちょっと辛いけど、食欲もないし、飯物通らんし、たこ焼き食べていこうかな。たこ焼き食べていこうかな。たこ焼きどっかに行くかな。どんなたこ焼き食べる？たこ焼き入ろうか。あと10分、バスの時間まであと10分しかないから、たこ焼き食べに行こうか。10分しかないからもうゆっくりできへんから、たこ焼き食べていこうか。バスの時間まで10分しかないから、たこ焼き食べていこうか。もう一回カレー食べる？もう一回カレー食べる？もう一回カレー食べる？おか。え、たこ焼き行く？もう一回カレー食べてもいいよ。さのっちか。さのっちかい。今食うたやろ。たこ焼きでも並んでるわ。たこ焼き並んでるわ。匂いが漏れにくいんや。650円。もう一回カレー食べる？もう一回カレー食べる？もう一回正式なタイム測る？もういい？それはいい？バスの時間までもう8分しかない。やばいな、もう時間ないわ。考えてる時間ないねんけど、そんなところもないしね、これ。どいつもこいつも2人組3人組で来やがって。あ、あかん。
席満席なんですよ。まあ、もうたこ焼き無理やわ。カレーやったらもう一回食べる。カレーやったらもう一杯食べれるぞ。カレー食べる。ここカレー高いのよ結構。生ビールとカレー1050円と、ね、取られんねんけど。もう一回食べる？もう一回食べる？もう一回食べて動画に残しとくこれ。もう一回食べて動画に残しとくか。カレー行く？カレー食べようか。カレー食べようか。カレー食べようか。カレー食べる？ちょもう8分しかないねんけど。やばいない。あかん、こっちも客入ってるわ。もう時間かかったらもうバス出てまうわ。マジかよ、なんやねんもう。バスもう一本遅らすの？伊丹空港に何時間おんねん。小ぐらい全然いけるよ。小なんか何倍でも食えるわ。あれ風俗嬢みたいな姉ちゃんが男の子連れて行って。あのあれこれ最近女の子全員が風俗嬢にしか見えへんけど、どうしたらいいの？ロビー内ご出発のお客様にご案内いたします。もう限界やな。もう限界やな。時間がないわ。時間がないわ。とりあえずバス乗って帰ろうか。上本町でクレープ買おうか。どこの中学なの？どこの中学なの？ええー、なー、生足やで、生足、生足。ストッキング履いてる子もおるけど。はあ、女の子もみんなこんな時代があったのにな。みんな連れていくのよね。どんどん連れていくのよね、みんな。いやね。お金って怖いよね。お金って怖いよね、マジで。お金稼ぐためだけにな、体売れるんやから、女の子ってすごいよな。体売るんやもんな。恐ろしいわ。まま食べて、あのプレーに支障が出たらあれやから、とりあえず一回帰ってみ。それとも、もう難波行こうかな。難波でもう、4時50分よ。情報見るわ。出勤情報見たところでその子が出勤してるかどうかも分かれへんし、なんだったら、あ、3時からか。いくらすんやろこの店。値段知らんのよな。値段知らんのよ。顔やらしい、このシャネ、やらしい、このシャネ。マジか、ムチムチの足やな。マジか、どうしようかな。よ、今ね、カレー飲んだとこなんですよ。何のもの来たよ。桃が来ていきなりよって言うわけないやろ。今カレーと生中飲んだとこで、バスまであと5分あるからもう一杯飲もうかな思ったけど、よう考えたら5分じゃ無理やわ。だから難波で、難波行く？難波行ってデリヘル、待ち合わせデリヘル行く？待ち合わせ JK デリヘル。え、なんで？あ、これの、あの履歴見てくれたら分かるけど、カレー飲んだよ。今カレーと生中飲んだとこ。2分ぐらいで店に出す。2分ぐらいでね、さらっとさらっとって出す。次のバスまで30分。これの次また30分バス来えへんから、もう一本バス遅らすんやったらもう一杯カレー飲んでもいいけど。他カレー飲む？ネタ的にはカレー飲んだ方がいいんだけど、閲覧的には2とか少ないからもう美味しくないなと思って。飲めっちゃうと飲めるけど、閲覧2やん。閲覧2でカレー2杯飲んだって思んないやん。なんかお腹空いてきたやろ。カレー食べる？カレー食べる。あ、もうバス来たの。バス来た。バス来た。どうしよう。クレープがいい？どっちがいい？じゃあ、このカレー屋、あの、
早いですけど安い、早くて安いけど、あれなんですね、ちょっと辛い、高いのよね。カレーとビールで1050円取られるの。今日の昼だけカレーとビールで1050円取られるの。ピタパで払えるからいくらでも食べてくれる。ピタパの額を一杯一杯まで食べたろうかな、まあ、破産したろうかな、もう俺人生むちゃくちゃにしたろうかな、人生むちゃくちゃにしたろうかな。とりあえずバス乗るわ。上本町行って、上本町でクレープとカレー行こう。お腹空いてきた。まだ俺今日昼ご飯食べてへんからカレー食べに行こう。カレー食べに行こう。上本町でカレー食べに行こう。上本町の上等カレーがなんかあるやろ。座ってるから多分そういうふうに他じゃ座れるようにしとこうか。その後ろの座席は女の子二人組、女の子二人組見えへんな、見えへんな。生きてんねやろ俺、なんで死ねへんねやろ。もう死んだらええのに、俺死ったらええのにな、マジで。死んだらええのにな、生きてても何も思わないな、マジでか。いつらまでバカにされてんの俺、いつらにまでバカにされてんの。ないわ。ナンバーを直接入れていこうかな。うわ、ビール飲んでもてへんけど失敗した。今あの京都でめっちゃ可愛い子待ち合わせ。でもエンデリアからな、シャメ通りの子なんかけえへんじゃん。150センチ普通体型 D カップ、マジか。この子は君やったらええねんけどな。何が増えた。いやもう終わりよ、もう20秒やん、もう秒やん。俺って長生きすんやろ、もう早く死にたい。もう来年死ねへんかな、今年いっぱい死ねへんかな、来月いっぱい死ねへんかな。来月いっぱい死ぬんやったらもう俺ほんまむちゃくちゃして死んだんのに。カレーは戻らないわ。上本、そうやったら上本町でカレー食べるわ。とりあえず次はすぐ行きます。本当にありがとうございます。このバスは近鉄上本町行きです。なおこのバスは先の北ターミナルにて乗車のご利用扱いをいたします。お手荷物は座席に置かず、荷物棚の上に置いてください。死にたい。生きてて何も楽しいことない。死にたい。お客様でお願いいたします。北谷の方からではご予算が扱うございます。何番
お座敷の上で降りますが、分かりませんでご協力ください。荷物の中、お足の取り、荷物の方をお願いいたします。また、通路の席をお開けください。